かな日差しがいっぱいに輝いている午後のお話。おや、モグラが顔を出しました。お日様はキラキラ笑っているのに、大丈夫ですか、モグラさん。ほらほら、言ったでしょ。モグラは光に当たると死んでしまうんですよ。子供モグラのクロちゃんは、お母さんに言われたのに忘れたんですね。ああ、よかった。ふうふうと大きな息をして、モグラのクロちゃんを目を回して、そのまんま寝てしまったようです。したいと思っていた子供モグラのクロちゃんは夢を見たのです。右の手をさっと上げるとバラバラになったロケットがすぐに飛んできて組み立てられました。モグラのクロちゃんは胸を大きく張って威張っていました。じゃあロケットくん火星までちょっと頼むよ。わーいいなあ、私たちもクロちゃん号に乗って火星行ってみましょう。宇宙服をつけて、マスクも忘れない。長靴も。あらあら、靴は頭へ履いておかしいわ。そうそう、足へちゃんと履くのね。ロケットの点火スイッチを入れます。さあさあ、皆さんも早く早く。あれです、乗り遅れたのはクロちゃんの仲良しのシロちゃんもね。ハンカチを一生懸命に振って、ロケットも遠く行ってしまったのに。大空には真っ白な雲がちょっと遊んでいました。僕の方が来てぞ。僕だい。何なんかなんかして。あ、危ない。雲さんとこどかないとロケットが。よかったですね、元のクモさんになれて。ロケットはものすごいスピードで火星へと飛んでいきます。
あ、危ない、穴の中に落ちた。クロちゃん、ピーチはいいことを考えましたね。モグラの僕はやっぱり地面の僕が一番いいな。